さん。コンビニコンフェッションズです。夏が始まりましたね。今日は赤羽の皆さんにインタビューしたいと思います。 You better check it before I shove this mic up your ケツの穴。おはようございます。お久しぶり。お嫁さんに求める条件は何ですか？今日どんな感じですか？赤羽。今日は人多いですね。今まで赤羽で一番やばい、なんか見てやばかったことは何ですか？全裸の人間が歩いてる。すいません、あなたの人生の意味は何ですか？これわかんないです。何ですか？お酒。お酒。はい、どうぞどうぞ。死ぬまで生きることですね。生と死の意味を知りたい。今まで一番キュンとしたエピソードは何ですか？大好きな推しにファンサービスもらったことがキュンってしました。明日はゲロ祭り。明日はゲロ祭り。お嫁さんに求める条件は何ですか？浮気しないことですかね。いや、もちろん顔です。僕も顔ですね。顔です、はい。怒らないこと。可愛い。育ちの良さです。趣味じゃないですか、飯。一番好きな飯は何ですか？コロッケですかね。コロッケ系で美味しいご飯を作ってくれるとこですかね。例えば肉じゃがとか食いたいっすね。あ、わかる。どっちの方が消えても大丈夫ですか？肉じゃがか麻婆豆腐。麻婆豆腐。あー、いいですね。一番好きな泳ぎ方を見せてください。あ、そっち口じゃないっす。口、そっちないっす。ハンマーで何するんですか？友達をぶったたこうかなと。ぶったたくフライデー。ぶったたくフライデーですね。おはようございます。おはようございます。これからハンマー大会しますか？2人で。全然します。あ、どうぞ。それはこれからダメです。ダメだ。じゃあもう一回戦ってもいいですか？もう一回、もう一回いいですか？1対1で。これだったら大丈夫。ワン、ツー、スリー、ファイト。次の質問はちょっとやばいから聞いてて、はいはい、一番好きな焼き鳥の種類。はい、ももですね。皮ですね。レバー。皮。もんじり。皮ですかね。こめかみの頭。頭。頭っす。レバー。焼き鳥の種類、ネギマ。せせり。ハツ。せせり。あ、焼き鳥好きですか？いやいやいや、好きじゃないですよ。すいません。一つ消えるとしたらどっちの方がいいですか？ピザかドーナツ。ドーナツ。ドーナツで。じゃあ、じゃあドーナツで。ドーナツですね。ドーナツですね。ありがとうございます。今日頑張ってください。頑張ります。え、どっちも消えたくないんですけど、そうですね、ピザかな。なんで今のあの時代の若い女性卵焼き作れないんですか？米も炊けないからじゃないですかね。卵焼きを食ってこなかったから。甘い卵焼きを作るから。甘すぎる。これからも飲み屋。これからもガールズバー行きます。おーうい。愛を探しに。愛を探しに行きます。旦那さんに求める条件は何ですか？顔で。見た目がいい、顔がいい、一番大事にしてくれる。これからはオッパブ。行かない、行かない、行かない、行かない。ワン、ツー、スリー。おはよう。なんでまだ乳首のピアスしてないんですか？まだそれを考えたことがなかったからです。さっさとしなさい。はい、やります。韓国人だからやってないです。でも欧米人の友達2人がピアスやってます。2人女の子が。怖いです。怖いです。もともとめっちゃピアス開いてたんですけど、現場仕事なんでピアス外しましたね。もともと感度いいんで乳首のピアスいらないかなみたいな。あ、痛いからです。痛そうですね。痛そう。乳輪がでかすぎるからじゃないですか？なんでまだ乳首のピアスしてないんですか？はい、いや痛いんじゃないですか、そういうの。でもいつかやってみたい。いや、やってみたくないです。ちょっと考えてください。やってみたくないんです。ストレスの解消法は何ですか？いっぱいバイトすることですかね。このバイト先とか。2個のおすすめ教えてください。2個のおすすめですか？アンチョビキャベツとかですか？ボロネーゼ。ボロネーゼ。ボロネーゼ。
今日赤羽、なんで赤羽ですか？住んでるんだよ。住まい赤羽ですよ。赤羽結構もう10年ですね。10年住んでる。はい。あの日本に来てから何が一番嫌ですか？あの差別が一番嫌ですね。例えば電車に座ってもう席空いてるなのに私と一緒に座らなくてちょっと移動して他のところに座ったりとか、本当にこっちに座りたつもりだったんだけどね、座ると思ってで隣に外国人いたらもう違う席に行ったりとか、でそういう差別がちょっと嫌だったなと思ってた。あの日本人と友達になるの難しいですか？うちの奥さんが日本人ですよ。ああいいですね。はい。赤羽ラブ。まあそれでもいいけど。ありますか赤羽ラブ？独身。すいません、ストレスの解消法は何ですか？オナニーです。すいません、ティッシュを使った料理を教えてください。ティッシュを使った料理、ああ、G 行為、オナニー。すいません、一番いい猫の餌のブランドは何ですか？わかんない。え、知らないです。ごめんなさい。素敵なお店です。ありがとうございます。ワイルドレシピ。チュール、チュール、チャオチュール。一番オーガニックな感じ。オーガニックな感じです。今着てるのは、これはハチワレっていうキャラクターです。一番好きなキャラクター。いや適当っす。これなんで赤羽に着てるんですか？え、飲みに来たっす、朝まで。なんで今の時代の女性って卵焼き作れないんですか？それはみんな料理しないからじゃないですか。え、卵焼き好きなんですか？まあたまに、毎日食べるものじゃないよね。そうっすね。どっちの方が強いですか、 AKB48 か AK47？興味ない。 AK47 AKB48 ですね。 AK46。 コンビニコンフェッションズ。コンビニコンフェッショナル。毎日のルーティーンは何ですか？今日も金持ちになるぞって想像することです。朝起きてから一番最初にすることは何ですか？歯磨き。ナイス。おはようございます。おはようございます。朝起きて最初にすることは顔を洗うことですね。本当かな。すいません、ゴキブリが家にいたら何をしますか？子供たちに自慢。娘がゴキブリとか大好きなんですよ。子供たちに一回預けますね、生きてるやつをそのまま。でまあ嫁と長男はキャーキャー言ってるんで、まあ、最終最後は外に逃がすなりゴミ箱なんですけど、なんかそういう一工程あります我が家の場合。女の後ろに隠れる。いいですね。女の後ろに隠れちゃいます、怖い。すいません、火事の時にあの持って逃げるものを3つ教えてください。洋服、携帯、財布。携帯、財布。洋服はいらない。いらないです。漫画とかないです。携帯、財布だけ持ってれば大丈夫。バナナ。バナナ。スマホと充電器と財布。靴下はいらない。靴下いらないです。猫はいらない。猫も一緒に逃げていきます。おにぎり、スマホ、お金。頭いいですね。ありがとうございます。水、携帯、枕。チューハイ。チューハイだけ持って逃げる。女、酒、チューハイ。アテンガはでもまあ必要っちゃ必要ですよね。すいません、何歳まで鼻ほじてもいいんですか？あのバージンじゃなくなるまで。何歳でも。私もほじります、何歳でも大丈夫です。あの何指を使ってほじてますか？人差し指、人差し指、人差し指。ティッシュはあんま使わない。ティッシュは取りにくい。おはようございます。Yeah. 今日はここにいるよ赤羽。俺は酒の運で仕事、明日バカだれ。晴れがいい、今日はでも降ってるよが雨。俺は誰かもしんないけれども、横に宮地。赤羽いるの意外、俺はラップしたいけれど make money。 首振ってる、横じゃなくて縦に振ってこう。 波にさ乗ってくけれども乗ってくビート、されちゃう嫉妬、できないじっと。やってるヒップを見ないよ TikTok、 ごめんなさい。けれども言ってる英検サンキュー、宮地さん動画撮ってるサンキュー。お疲れ様です。ありがとうございます。これから家帰ってもっと書きなさい。すいません、頑張ります。ワン、ツー、スリー。コンビニコンフェッションズ。え、これ本当になんかあれなんですか？英語わかりません。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 
日本語もよくわかりません。英語わかりません。